はい、こんにちは、ショートです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやってくんですけど、ちょっとなんか昨日みたいに結構対面的なものを入れると難しいなっていうね。受け攻め両立さえもちょっと使えなくなってきてるんですけど、受けループ使います。で、これ選出まで決めるか。ウーラオス考えてもジャンボが欲しい。いや、微妙なラインのポケモンがいっぱいいるんだよな。シルバディとかもちょっと正直、微妙なとこで、タイプし、完全に型次第なんだよな。ドサイいるから、まあ、無道持ってきたい気持ちもあるけどね。モジャンボ。ただ、モジャンボで割とある程度見れ、ハピがいないと無理か。まず、あと、ブリムオン考えて、で、アシレもハピで見れる。モジハピ選出のアット1で、まあ、ハチマキ考えたら、はたいてドヒドで見るとかな。まあ、それがいいか。なんだかんだ。モジャンボハピナスアット1でいいかな。ドヒドイで持ってく必要あるかな。ドラピオン結局受けれないんだったら、無道とかでいいんじゃないかな。無道にするか。これでいきます。なんかね、モジャンボがめちゃくちゃ強くて、なんか受けループが割と楽しくバトルできる感じになってきてるんで、今シーズン、いやーまあでもわかんねえな結局。今シーズン、まあちょっとやってもいいかなって気持ちになってるんだけど、23日に冠の雪原来てなんか、あれだよね。まあ多分どうせすぐランクマッチで使えないとかっていう感じだと思うんだけど、そっちに、こう、目移りしちゃいそうな。感じはあるよね。ハピ引いて、トラータでいいかな。とりあえずブリモン、削らないことには、みたいな、感じだと思うけどね。な、モジャンバと殺されちゃうし。ブリモンってさ、サイコショック覚えんのかな？結構受けづらいと思うんだけど、ショック持ってるんだったら。相手も引いたね。ドラピー。まあ、ドラピオンにサイドンのが良かったかな。いや、まあでも畑落とした後に、無道でゴツメとか踏ませるのも割と美味しいから、みたいな、広く見れるなと思って無道にしてるんだけど。畑。厄介だね。ゴツメ取られちゃったし。で、ここステロのタイミングで、ブリモン引きがうざいんで、まず羽からかな。多分ブリモン来ると思うけどね。やっぱブリモンか。ここのまたハピ引き読んでくんのかな。ねえ、ステロ巻きたいけどね。これでも次ね、あれなんだよね。ドラピオンと無道の対面で、こいつブリモンに引いてこないとかあるからね、平気で。じゃあお前ステロ巻いてたらどうしてたんだって話だけど。巻いてこない読みっていうか、そのブリモンケアして、ステロ負けないねってなるのを読んで、なんか前提で普通に突っ張ってくるみたいな。ウロスか。相手一生これで、釣って崩す感じかなって思ったけど、普通にあれか、あれだな、あの、はたいてウラオスの水流連打で打てるようにしちゃおうみたいな感じかな。ハチマキとかなのかな。ゴツメが6分の1削れるから水流連打で多分結構死ぬか、それに近い感じになると思うんだよな。反動だけでボガエリか。これに強いのが偉いなぁ、モジャンボは。だから、相手のその、釣り交換とさ、偉い読みで、一生こっち行動できないんだけど。全部の対面引かなきゃいけない状態ずっと続くじゃん、これ。ここ出してくるとしたらブリモンか。まあ、引くしかないか、素直に。無道引きで。で、ステロが負けないから、ブリモンにボディプレス打って削っていくしかないかな。そんな貧弱な攻撃するぐらいだったら、モジャンボに、あ、モジャンボじゃないや、無道で羽をして、一目常にマックス保った方がいいけどね。ブリモン。その釣り交換は別になんてことないんだけどな。あんまり、怖くはないんだけど。ここで、ハピにまた投げて、モジャンボマックスに戻ったね。
再生力が。こうね、ヤガランの時も思ったけど、再生力が本当に強い。エースバーンのトンボ帰りも、なんとかなっちゃうみたいなね。マジカルフレイム。これでもハピー、これで行動できるから、ちょっとラータ、やっとこっち、初めてじゃねえの、攻撃すんの。ずっと交代してただろう、こっちだけ。ウラオスかな？ドラピオン。やけどとか引くと一番美味しいんだけどね。これ5つ目ダメだもんね、だって。ドラピオンに入ってるの。初めての攻撃でやっとこれかよ。受けループ、まあ、こういうもんだからね。いや、むしろこれなら相手からして、崩せないでしょ。多分無理なんだよね。立ち回りで頑張って崩そうみたいなのは。そんな、甘くないと思うけどね。崩すルート強いのを持ってて、それを、押し通してくるタイプが割ときついけど、こういうなんか、なんとなくで崩しに来てる人、全然余裕だけどな、これだと。カーラワリー。まあ、プレスでいいか。ブリモン削ってもいいし、ドラピオン突っ放なら。まあ、ならステロ巻きたいって話だけど、さすがに聞かれるよね。そうだよ。ブリモン倒すまではステロ負けないかな。勝った。てか、無動画雑魚なんか4分の1だもんな、プレス。まあ、ハピ引きのタイミングでまた釣ってくるかどうかみたいな。まあ、トラーターの回数結局稼いでなんか引くしかないかな。全部釣ってくるね、この人。まあ、そういうもんだけど。全部釣れるんだけど。まあ、もうジャンボ引きかな。本当は、叩きたいんだけどね。まあ、ヤドリギ入れたいんだけど、叩くしかないっていう。ブリモン考えると。ブリモンのアイテム一回叩いて、まあ、割と悪くないと思うけどね。トンボ？ああ、でかくなってくんな。ダイワームかな。ダイワーム結構痛そうだな。ただ、無動とくるくるして、ダイマックスターンだけ枯らしちゃえば、トンボ帰りで帰ってくれるかな。まあ、守るもあるし、ダイマックスこっちもあるから、合わせてダイマックス切ってもいいか。ラックルから来たね。それ一見優しいと思いきや、火力次上がるから結構、まずい話あるよね。これ、無動投げたくなくなんな。まあ、さすがにでもウォールするか。大ウォールから、多分、ワーム耐えるから、耐えつつ、大、なんだっけ、草技、打って、みたいな感じでいいかな。どんぐらい入るかな？まあ、250ぐらい入んのかな？そんな入んないかな？ワームか。ナックルワームで崩したいって話か。なんか大ナックルって初期の頃火力が低いから弱いよね、みたいな。大バーン2発打った方がトータルの火力も出るし、みたいに言われてたけど、ナックル普通になんか今、大、あとアシットとかだっけ？火力上げながら殴るやつって威力低いんだけど、普通にちょっと強いと思われてるよね。引いたね。相手じゃあもう崩せないけどね、これ。どうすんの？ドラピオン。相手崩せないと思うけどね、これ。弱っ。これ半減だよな。ドラピオンってまあまあ硬いんだっけ？ B が。どうしようかな。まあ、ダイマックスしてる状態だから、読みにくいと思うけど、相手からすると。無動引きでいいか。なんならこれさ、あ、でもプレスはこいつには等倍で入るか、一応。
鋼技欲しくなってきたな。でも鋼技はさすがにデルスペースなくね、無道。次に入れたい技だったって飛行技だもんね、どう考えても。ボディプレスワンウェポンの、ねえ、エアムからすると。たらなぁ、ブリムオン、でもブリムオンそんな別に、あれか、意識するほどでもないか。こうやってたまにいるとちょっとめんどくさいだけで、別にそんな、なんか、気をつけとくべきだよね、みたいなポケモンではない気はするけど。はい、引いて、ブリムオン。この人ステロ絶対任せないの偉いな。気分でポケモンプレイしてないでしょ。ちゃんと、理由を持ってプレイしてるね。まあでもいいけど、もう釣り交換どんだけ決められてももういいよ。だるいだけで、別に、こっちは死にはしないから、安心して、安心してプレイできるわ。はい、また次を。こいつうまいな、マジで。全部釣ってくるよ、ほんとに。でももうこれで火力上がんないし、トンボ返りがね、そう、エスバもそうなんだけど、帰ってっちゃうから、楽なんだよね、割と。帰ってくれるから。これでウラオスにケア効いてる気になってるの、大丈夫かな。大丈夫だよね、でも。まあ、ボ返りか。俺、そのトンボ返りとかボルチェンみたいなハピの方に入れない限り、削っていけないからね。ここでドラピオンなんだよな。ここでブリモン出てくる方が安いんだけど。めんどくさいな。まあまあまあ、別にでも、いいよ、もうなんか。こんなもんだ。で、無道引いて。てか、TOD で勝ちじゃないかな、これ。ドラピオンがちょっと削れてるのと、ブリモンもちょっと削れ、本当に釣ってくるな、マジで。本当に、全部釣ってくるけどね。まあでも、釣られ続けて、潰される未来が別にないから。慌てることもないと思うけどね。ここ捨てる巻いたら通りそうだな。ここだってハピ読みで裏を投げてくんでしょ。ここ捨てろ巻いたら通る。いやーバカだな。でもそれでこのままやってれば勝てる試合落とすのは、捨てろ巻きでよかったね。さすがに捨てろでよかったね。でまたモジャンボで、エアームドは回復できないからこのままと削っちゃうと負けだね。5つ目あったら踏ませに行ってもいいんだけど、4分の1で受けれるし。トンボ返り、徹底してるなぁ。ここでね、ブリモンだと、守るで、もう一回釣らせるみたいなことできるんだけど、トンボ返りで、ドラピオンなんだよなぁ、マジ。ここらで守るいっとくか。卓にした方がいいね。ここ釣ってくるでしょ、相手。守っとこう。なんで釣ってこないの？叩き。どうしよっかな。まあ、この2連守るさすがに現実的じゃなさすぎるから、無道引くか、素直に。で、無道で次。なんでさ、そのさ、守るを狙いすましたかのようにさ、押してくるわけ？見てるでしょ、これ。この人。この画面。配信とか別に枠取ってるわけじゃないんだけどさ。見られてるかのような。またハピで。これやばい。ガチで攻撃多分、無道で一回プレスしたのと、あれだよね。モジャンボで大草原撃ったぐらいだよね。その2回しか攻撃してないと思う。はい、また。もうなんか、釣り交換されても、うわ、やられたって気持ちさえなくなってきたよね。まあ、逆に言えば、釣り交換ってか、どんだけこっちの行動読まれても、こういう感じなら負けないっていうのはめっちゃ好きだな、なんか。インファオッケー。いやー強っ。強こいつ。
ハチマキでしょ、絶対それ。あー、ハチマキ叩く方がいいか。まあ、技は打ち返れないから、叩きだな。裏なら裏で別にいいし。こいつのハチマキ落としたかったけど、まあ、しょうがないか。ドラピー。これ、あと TOT の終わり際だけ気をつけないといけないけど。何も落とす？直帰か。補助技打てるようになっちゃったね。即無動引きでいいかな。なんでこいつ馬、守ってたらどうしてんだよ、こっちが。しかも裏押すかよ。これどうしよっかな。なんでも一回耐えるから。羽休めで技見てからでもいいような気もするけどね。もうジャンボ引きでいいかな、でも。水流連打打ちたいんじゃないかな、無動が鉄壁とかすること考えると。インファか。インファカラスしかない、これもしかして。いや、インファだったらプレスで潰しに行きたかったな。耐えるかな。ちょっとダメ消しとこう。でもさっきの感じ的に耐えないんだよな。半分以上いったもんね。性格のんきで、B とか。で、ウーラオスのインファイトが、ハチマキと。耐えなそう。陽気ハチマキだと思うけど、さすがに。96から114で、乱数なんだよね。どうしようかな。これもしかして、負ける？これ耐えて。やばい。余裕だと思ってたら。あ、引いてくれた。危な。突っ込まれてたら負けてたけど。いやー、でも宿り言う。押せなくはないけどね。ちょっと危なかったけど、こっから3分が多分もうちょい出るから、守るとか絡めて時間稼ぐ方がいいかな。攻撃技全部何回打ってる？ギガドレ2回、叩き1回、無動のプレス2回、トラで1回。まあまあでもこんなもんか。普通に火力のあるポケモンで殴る構築だったら、こんなもんだね。確かに。守っちゃおうかね。守るわ。オッケー。これで引いてんのがオッケーなんだよね、めちゃくちゃ。ねえ、宿り押したいけど、インファで死ぬから、インファ打たれること考えると、ギガドレだけど、トンボだったら、まあ、ギガドレか。トンボでドラピオンかな。まあ、そうか。でも、まあまあ、でもドラピオン削れるから、いいっちゃいいか。ドラピオン。これやばい。TOD の終わり際次第では、めちゃくちゃめんどくさいこと起きるな。ただドラピオンが結構いい感じに削れては来てるから。ああ、3分出たね。はいはいはい。これは、無動引きだね。ああ、時間使った方が良かったかな。まあ、どっちでもいいか、割と。ブリモン。こうやったら守るのが良かったかな。まあ、ハピ引いていいと思うけど。待ってよ。ここ空いてさ、どう考えても、ウーラオスだよね。ここ羽でいいかな。羽でいいと思うけどね。ここウーラオス投げるしか空いてないでしょ。この鬼を呼んで、初の安定行動じゃない行動を取るけど。
ほらね。もうそれしかないもんだって、相手からしたら。ウロス。オッケーオッケーオッケー。で、無動、上からどうせ跳ね押せるから、まあ、最悪ヒットポイント1残って、耐えるみたいなのはね。で、水流連打耐えるよね、さすがに。ハチマキでも。多分、後出しができないだけで、対面からだったら1回は耐えるはずだから。これでプレス打って勝ちかな。1試合で20分やったのが久しぶりだな。時間使うか。面白かったけど。割と。俺ももっと、ダイマックスで無理だった時に、高3とかできたんじゃないか。まあまあまあ、言ってもしゃあないか。プレス打ちます。あ、やべ、ちょ、押すの早まったかも。大丈夫でしょ。さすがに。1分で押したら多分さすがに大丈夫だと思うよ。技エフェクトがあるから。2回。で、ドラピオンの削れ分と、ムドのこのプレスで入る分考えると、割と、部のいいあれだと思うけど。しかもこっちハピがでかいから、うん、でもジャンボもでかくてヒットポイント残ってるから。まあ、ブリムオンとハピの削れ分は明らかにこっちの、多分ブリムオンとモジャンボがどっこいぐらいで、ドラピオンと無動がこっちの方が残ってる。で、プラス裏押す分。まあ、勝ちでしょ。ああ。ちょっとね、順位、そろそろさすがになんかちょっとぐらい上げてもいいなって気持ちになってるから、なんか、ちょっとやるかもしんないです、また。またっていうか、ツイッチかなんかで枠取るかもしんないけど。オッケー。安定行動だけで、え、最後ちょっと不安定な行動したけど、まああれは、まあ言うてね、あんなもんですよ。じゃあ、一試合クソ長かったな。これマジガチで受けループ、YouTube にほんと向かないと思うんだけど、まあ、いっか。おつ。